皆さんこんにちは、サルです。昨日ですね、レビューしたダイソーのハンギングラックですが、非常に多くの方からご質問とか追加の情報をいただきましたので、これはきちんとやらないといけないなと思って追加情報をレビューします。同じくダイソーで新商品と思われるものを2点買ってきました。こちらですね、ハンギングラック用サイドオーガナイザーということで、サイズがですね2種類、大きい方と小さい方があります。色も2種類、このオリーブとサンドですね、この2種類が展開されておりました。で1個ずつどちらもね1種類ずつ買ってきたので、一緒に確認していきたいと思います。はい、まず大きい方ですね。ハンギングラック用のサイドオーガナイザー13ポケットとなってます。メッシュポケットが1個ついているので、合計14ポケットっていうことですよね。でハンギングラックの側面につけて、キャンプ用品の収納に使ってくださいと。でサイズが縦が 59.5センチ、横が 52.5 センチとかなり大きいですね。私が持ってるワッツで買ったものよりも大きいです。で固定用フックがですね、上と両端3箇所あるんですけど、この上のフックは19ミリまでのポールに使用が可能と。で下のフック2つは12ミリまでのポールに使用可能と書いてますので、これですね、実は昨日のダイソーのハンギングラック専用と言ってもいいんですよね。っていうのが、そのダイソーのハンギングラックの場合、この両側の A フレームについては直径がですね12ミリのポールなんです。で上にまたがってる水平ポールは19ミリなんですね。したがってフックの大きさが違うことで、このそれぞれのポールに合わせてぴったりとはまるというですね、素晴らしい配慮ですね。しかも値段がですね330円なんですね。ということはワッツで買ったものは550円でしたから、そう考えるとですね、もしこれがワッツ並みのクオリティだったら、値段がこれになっちゃったのかということでね、後で買った方が得だなという風なね、キャンプ用品あるあるなんですけど、そういうことが言えるんじゃないかなと思います。はい、ジャンコードね写しておきます。材質がですね、ポリ化繊ですね。でこんな風にね細かくポケットがついてて、固定用フックの下に普通のフック、これは懐中電灯や LED ランタンなどをかけてくださいと。でメッシュポケットは調味料ボトルなどの収納にいいですよと。あとハンギング用バンドって書いてますね。こういうのが新しいですね。これはシェラカップなどをかけて保管できますと。いいですね。で固定用フックは12ミリのものがあって、下側にカトラリーなどを入れる収納ポケットがたくさんついてます。上下2段になってますね。素晴らしいですね。注意事項として、火の近くではね使わないでくださいということで、ハンギングポールもねそうなんですけど、焚き火用のねトライポッドのような使い方をするのは自己責任になりますので、そこは注意をしてください。これが1つです。それからもう一つ、小型の方がこちらですね。ハンギングラック用サイドオーガナイザー。名前は同じですけど、こちらは220円。収納ポケットが8つとメッシュポケットが1つ。合計9つのポケットがついてて、フック等のね、サイズはやはり上が19ミリ対応。両端が12ミリ対応ということで、ダイソーのハンギングラック専用サイズですね。ただ少し小さくなる分、ポケットの数も減っております。はい、お値段もね220円ということで、これは得ですね。材質がねどうか次第なんですけどね。こちらについては先ほどのようなシェラカップをかけるベルトはついてないですね。だからこちらがほぼワッツのものと同じぐらいのサイズ感ですね。縦が 42.5センチ、それから横が 35.5 センチなので、ワッツのものがですねほぼほぼ同じサイズではないかなと。イメージで見てもそうですね。これも生地の材質次第ですね。ワッツで買った吊り下げ型収納ポケット三角は生地が分厚くてですね結構いいんですよね。550円って言われても、そんなもんかなっていうね、そこそこのいいクオリティだったので納得いったんですけど、それがもし220円で出てしまったとすればですね、こっちを買えばよかったなっていうね、ちょっとそんな思いも出てくるかもしれません。じゃあ早速開封してみようと思います。はい、組み立てが完了しました。ではまずこの大きい方ですね、14ポケットの方からやっていこうと思います。うわ、これいいね。うわ、これいいね。これですね、生地はかなりいいです。分厚めで吊り下げ型収納ポケット三角と何ら変わりません。そしてここにベルト、ループがついてますね。素晴らしいです、これ。7つ613か、一番両端がちょっと広いんだね。これはいいね。これね、皆さんもう絶対買いですね。ハンギングラック買った方はこれも一緒に買った方がいいと思います。今までの吊り下げ型収納ポケット三角よりも大きいし、吊り下げる場所、ループがついてますし、ポケットの数も多いですし、色もね、どうですかね。色はね、人によって好き嫌いあると思うんですけど、これはね、ちょっと渋いと思いますね。なかなかです。では小さい方も組み立ててみます。おー、これも、うわ、いいね、これ。ちょっと良くないかな。パチンって入るしさ。3、4、5、1、3。これですね、もうすごくいいです。小さいので、本当にカトラリーだけとかね。カトラリー以外にも。マシュマロフォークのようなものとか、串とかね、焼肉みたいなものをするときのね、細いトングとか、そういったものもね、入れるんだったらこれで十分なので、結構いいですね。ウェットティッシュとかね、ちっちゃいものだったら入れることができそうです。あんまりね、大きなものは入りませんけどね。けどこれね、いいですね。小さいもの、本当にカトラリー類を入れときたいんだったら、こっちの方がコンパクトでいいかもしれないですね。こちらの場合はかなりね、収納力もあるし大きいので、たくさん入れたい場合、カトラリーに限らず、あるいはグルキャンとかね、ファミキャンの場合のたくさんね、カトラリーある場合とか、そういう場合もこっちがいいですね。でね、これパチンってやっぱはまるんですね。この上の部分にしても19ミリ専用で作ってますから、ワッツの吊り下げ型収納三角と違ってパチンと上からはまるんです。やってみますね。はい、これがね、気持ちいいです。ここもそうですね。吊り下げ型収納三角の場合はここがですね、結構ガバガバだったんです。大きすぎてですね。ただ実用上問題があるかどうかっていうと、ないような気もしますけど、後ろからね、風が吹いて煽られると外れたりとかはあるかもしれません。その点、この場合は専用と言ってもいいぐらいぴったりですから、押し込んでみると、パチンと入るということで、非常にいいですね。あ、メイドインチャイナって書いてます。これはですね、なかなかいいと思いますね。したがって、このダイソーのハンギングラックを買っちゃうと必然的にフックも欲しくなるし、このサイドオーガナイザーも欲しくなるしということで、どんどんね、ちょっと出費がかさんでいくという可能性はありますのでね、安易に手を出すと危険だなっていうね、アイテムの一つだとは思うんですけど、それでもね、そこそこね、しっかり使えそうなもの、見た感じね、耐久性とかもありそうですし、こういうものであれば、この値段であればね、かなり安いと言ってもいいんではないかなと思いました。比較のため参考までにフックと、あとワッツの吊り下げ型収納ポケット三角も吊るしてみようと思います。こちらもね、昨日詳しくはね紹介しなかったんですけど、くるくる回るフック、とっても便利です。で合皮なんですけどね、このくすんだ感じのねボタンといい、この、リベットなんかもね、とってもアンティーク感があって、こちらアイアン製のフックですけど、かっこいいんではないかなと思います。この黒いキャップがね、よく外れて落ちちゃうんでね、そこはね、なくなっちゃったってことになりがちですけど、その辺を除けばね、申し分のない、これも商品だと思います。2個で100円ですね。これ見てわかると思うんですけど、かなりですね、サイズには差があります。こんな感じです。大きいやつはですね、本当に大きいですね。はい、外れて落ちました。この小さい方とほぼほぼ一緒ですね。ただフックのねサイズ等が違うんですけどね、ほぼほぼデザインは一緒じゃないかなと思います。ただワッツの方は色がね、このグレーのようなねものしかなかったので、カーキとかねオリーブがあるっていうのはいいんじゃないですかね。これ反対側に向けてつけることも可能は可能だと思います。はい、こういう風にね、どちらも同じ側を向けて吊るせば、一方側からね、両方のポケットにアクセスできるので、そういう使い方もね、できなくはないんじゃないかなと思います。したがって、こういう風に表に大きい方をつけて、裏に小さい方をつけるということももちろん可能となります。こういった金属のフックみたいなものですね。何でもいいんですけど、こういうものをここに入れとくわけですね。そうすると滑って落ちませんので、昨日はねこういう風な形で私は使っておりました。こうするともう最終的にめちゃめちゃ収納力がアップしました。今3枚のねサイドオーガナイザーをつけてますので、ポケットの数でいくといくつですかね、14+9+9 ということになります。ここまでは必要ないですね。あとね、思うのは棚、地面に物を置かなくていいように置くための棚が作れると一番いいなと思ってるんですけど、それはまたね少し考えてみようと思います。何か良いアイデアがあればね、コメントで教えてください。よろしくお願いします。収納については一応付属のこのハンギングラックの収納ケースの中に全部入りました。本体とフック4つとサイドオーガナイザーの2種類ですね。ただパンパンにはなりますね。ちょっと上手に入れないと入らないかなっていう、そんな感じでした。ジャンコードについてはまた静止画で載せておきますので、お店に問い合わせをするときには商品名ではなくてジャンコードが助かるそうなので、各店舗での在庫確認をしたい場合にはジャンコードをおすすめします。ということで、昨日に続きましてダイソー新商品ハンギングラックのサイドオーガナイザーの大小2種類を紹介させていただきました。この動画がいいなと思った方は高評価ボタン、それからチャンネル登録をよろしくお願いします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。